ホセパブロ・モンカーヨ・ホセパブロ・モンカーヨ・ガルシアは、メキシコの作曲家。1912年生まれ、ハリスコ州クアダラハラ出身、メキシコ音楽院に入り、作曲をカルロス・チャベスに指示した。プロとしての最初の仕事は、メキシコ州公共楽団の打楽器奏者であった。その後、1949年から1954年まで、 メキシコシティ国立公共楽団の指揮者を務めた。彼はまた、アメリカ合衆国の作曲家、アーロン・コープランドに招待され指持した。ブラス・ガリンド、サルバドール・コントレラス、ダニエル・アイアラ・ペレスの3人の作曲家とのグループは、メキシコ4人組と呼ばれ、メキシコ国民楽派の精神を反映した曲を書いた。彼らの音楽は、メキシコ民謡から取り出された、旋律。 リズム、火星を使用したものだった。門化用の最も有名な作品は、ソン・ウワステコのサブジャンルであるウアパン語の音楽を公共楽団版にした色彩的な幻想曲、ウアパン語である。しかしその他にもオペラ、バレエ、ピアノ独奏曲、シンフォニアやシンフォニエッタのような還元楽曲、日本のオーボエと弦楽合奏のためのセルバンテスへのオマージュのような競奏曲などがある。 1958年死去、45歳没、ありがとうございます。